バミューダトライアングルだけが有名になったのはなぜなのでしょうか。他にも船が謎の理由で消失する不思議な三角地帯が存在することをご存知でしょうか。我々が今日訪れる三角地帯はバミューダよりもはるかに危険で恐ろしいと思うかもしれません。バミューダ地域については異星人の船や別の次元へのポータル、またはアトランティスと言われており、すでにこれらの言葉は聞いたことがあるはずです。でも今回お話しする三角地帯には他の伝説があります。想像してみてください。あなたがボートで潜航をしていると広大な海の真ん中に丸い船を見つけたとします。そしてその奇妙な船のデッキから謎の女性があなたが見つめている様を、そういった話はドラゴントライアングル周辺でよく囁かれます。この場所について調べようとすると三角形の位置さえも謎に包まれていることに気づくでしょう。この場所は太平洋の日本沿岸近くに位置しています。それは日本から小笠原群島に広がりフィリピン海に触れています。しかしそれは正確な位置ではありません。一部の記録では三角形が日本沿岸から東に 110km の位置にあるとされていますが、他の記録では約 1200km 離れているとされています。この座標の違いは三角形が位置している地域がどの地図にも記されていないからです。これらの海域の正確な寸法はまだ不明です。ドラゴントライアングルは太平洋のバミューダトライアングルとも呼ばれています。後者の邪悪な双子の兄弟のようなイメージですが、こちらの方から古くから使われているもの。実際この地域での船の奇妙な消失の報告はバミューダトライアングルについての報告よりもずっと前に登場しました。13世紀に初めてこの場所の神秘的な力が人々に知られるようになったのです。当時チンギスハンの息子が日本を征服するために4万人の人々を船で日本へ向かわせました。彼らのルートはドラゴントライアングルを通っていました。しかし当時この地域を襲った台風のせいで岸までたどり着くことができませんでした。その結果全ての船が沈んでしまったのです。この事件後チンギスハンの孫は日本を攻撃するという考えを改めました。これをきっかけに日本の人々はこの地中には魔力があると信じ始めました。現代の世界ではダイバーや考古学者たちはこの話が本当かどうか突き止めようとしています。研究のため三角形の底を探検すると沈んだモンゴル艦隊からの遺物を発見したりもしています。数世紀後1800年代初頭にそこで別の物語が生まれました。ドラゴントライアングルを通じて旅行した船員たちは日本の香を焚くための器具に似た奇妙な船を発見しました。船には一人だけ人物がおり、それは謎の女性でした。しかし彼女が誰なのか誰も分かりませんでした。1940年代と50年代に三角地帯の地域で船が消失するという報告が届き始め、漁船や大型船が消息を絶ちました。日本はこれら失踪の原因を探るために研究船を送りましたが、乗組員31名を乗せたその船もまた行方不明となりました。研究船の残骸は後に発見されましたが、乗組員は誰も見つかりませんでした。この場所についての伝説があります。それによればドラモンが海の水面下に住んでいて、彼らは船を破壊し飢えを満たすために人々を捕獲していくというもの。このような話は数千年前から存在しますが、時が経つにつれてメルヘンなものだけでなく科学的な仮説も出現し始めました。科学者たちはこの場所がなぜこれほど得意なのかを解明しようと試みています。ある科学者は冷たい海流と暖かい海流が混ざり合い強い電磁波が引き寄せられる地域を通過するのではと提案しました。そしてこの混合された冷たい海流と暖かい海流が混ざると電磁干渉が発生します。すると船舶の電子機器が故障し始め航行装置が機能しなくなります。その瞬間に嵐が起こると遭難信号を送信することも自分たちの位置を特定することもできないのです。
別の理論では三角形の底には海底火山があるとされています。これらの火山は数十万トンのマグマを噴出し、水をかき混ぜ巨大な波を作り出します。日本沿岸ではしばしば地震活動が起こるため、この理論はかなり合理的です。火山活動は古代の伝説に登場する水中の竜を説明することもできます。またこの地域では島が頻繁に出現したり消えたりしています。マグマが水中で冷却し層を作ると、それらは上昇して土地を形成し、次の噴火時にはそれらが崩れて海中に沈むのです。この時一部の島は残されます。船が航行している時に巨大な島が下から浮上し全体を割る様子を想像してみてください。もしくはメタンハイドレートも船を破壊する可能性を持っています。これらの物質は地球の地殻から放出され、水中に大きな泡を形成し、そして浮上して爆発します。このような巨大な泡は船の船体を損傷させたり、船を完全に破壊してしまうのです。科学者たちはまだ船が消える理由の確信まで至っていません。また一般的にその場所で起こった神秘的な事象はおそらくただの伝説に過ぎないはずです。ドラゴントライアングルとバミューダトライアングルは海洋に存在します。しかし湖にはそういったものが存在するのでしょうか。ミシガン州とウィスコンシン州の間、つまりミシガン湖の中にはそれは存在します。1950年、湖上を飛行中の108人乗りの飛行機が跡形もなく消えました。捜索が始まった時、救助隊は水面上に飛行機の一部を発見しました。飛行機だけでなく多くの船もそこで行方不明になりました。時には人々が船から直接消えてしまうことさえあります。ある事件が1937年に起きました。ある船がミシガン湖トライアングルを航行していた時、船長のジョージ・ドナーが自分のキャビンで休むと言ってその場を去っていきました。3時間後、乗組員の一人が船長を起こすためにドアをノックしましたが、応答がありませんでした。何かがおかしいと思い、乗組員が塀の中に入ると、そこには船長の姿はありませんでした。船長がどこかに消えてしまったのです。結局、乗組員たちは彼を見つけることができませんでした。そして現在に至るまで、ジョージ・ドナー船長の失踪は解明されておらず、謎のままです。もしかしたらこれは作り話かもしれませんが、ミシガン湖のトライアングルでは何かおかしなことが起こるのです。それでは地上にある三角形はどうでしょうか。これはベニントントライアングルです。これはアメリカのバーモント州南西部に位置していますが、ここは本当に避けるべき場所です。そこについてはたくさんの恐ろしい話があります。それらが真実かどうかはあなたの判断にお任せいたします。1945年の11月、ある漁師団体がこの地域を歩いており、74歳の男性が先頭を歩いていました。そして何人かの目の前で彼が歩を進めた時、姿を消してしまったのです。彼を見つけることは誰にもできませんでした。漁師たちは救助隊を呼びましたが、結局彼が見つかることはありませんでした。1946年12月、数人の学生がキャンプに出かけました。18歳の少女がグループの先頭を歩いていました。次にどこへ向かおうかと少し前進した途端、彼女も姿を消してしまったのです。警察にも連絡が行き、捜索が進められ、ついには FBI も巻き込む事態となりました。その時、近隣の町に住む地元の人々からある情報を得たのです。その情報によれば、似た特徴を持つ少女がずっと年上の男性と一緒に歩いていたということでした。二人は車で立ち去り、そこから行方がわからなくなっています。すぐに類似の車がニューヨークからそれほど遠くない場所で発見されました。しかし車は焼かれていたため、警察や専門家は行方不明の少女がその車にいたかどうか確認することができませんでした。その3年後、ある男性が山岳地帯で行方不明になりました。
彼は最終バス停でバスを待っていました。バスが到着した時、彼は中に入りましたが、目的地にはたどり着きませんでした。彼はバスから降りておらず、他の場所でも発見されませんでした。警察はこの男性の手がかりさえも見つけることができませんでした。最も恐ろしい事例は1950年に発生しました。ベニントントライアングル近くで、ある女性が若い息子と一緒にトラックを運転していました。彼女は車を止めて数分間店やガソリンスタンドに立ち寄りました。しかし彼女が戻った時、車の中には誰もいなくなってしまったのです。警察はその地域を捜索していました。捜索では嗅覚犬が使われ、彼らは少年の足跡を見つけることに成功しました。犬たちはその道をたどり、森の中の一点で停止しました。足跡はそこで終わっていたのです。その場所がどこだったかわかりますか？そこは1946年に学生の女の子が消えた場所だったのです。